駿河銀行は今日、沼津市で定時株主総会を開きました。今日、沼津市内で開かれた駿河銀行の定時株主総会にはおよそ450人の株主が参加。株主総会では去年就任した加藤康介社長の再任案を承認しました。私たちは駿河銀行不正融資被害者同盟と申します。アパート・マンションの不動産投資をめぐる融資の問題では、現在も被害を訴えるオーナーと駿河銀行側とで法的な争いが続いています。融資案件の調査実施などを求める20の株主提案がありましたが、すべて否決されました。被害者弁護団は会見を開き、銀行側の対応にもどかしさをにじませました。どんなに私たち頑張ってるって言っても全く成果出てないわけですから。で、それを一生懸命努力してるというビジレークで、今日の株主総会も乗り切った形になって、います。駿河銀行は引き続き顧客に寄り添った提案をして全力で早期解決を図りたいとしています。